こちらです、クローゼ。なんとか周遊道を抜けましたね。どうしましょうか、これから。このままキルシャ通りに出てグランセルにお迎えください。部下たちの陽動によって警備は手薄になっているはずです。そのお姿なら気づかれずに遊撃士協会まで行けるでしょう。わかりました。それではユリアさんは。ここで敵を食い止めます。少しの間ですが時間稼ぎにはなるでしょう。そんなのダメです。私一人が逃げるなんて。私もユリアさんと共に戦います。人はそれぞれ守るべきものがあります。私がここに留まるのは己の信念と責務のためですが、あなたの場合は失礼ながらただの干渉に過ぎぬかと存じます。恩義が恩義だけのものでないことどうかお忘れなきよう。わかりました、ユリアさん。でも約束してください。絶対に無茶なことはしないと。それと無事再会できたらおばあ様が入れてくれた紅茶を一緒にご馳走になりましょう。私新作のお菓子を焼きますから。それは楽しみです。さあお急ぎください。ジーク、しっかりお守りするのだぞ。さてと、そろそろ追いついてきたか。3人、それに犬どもが5匹か。甘く見られたものだ。あの方より襲われし剣、存分に振るう時が来たようだ。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ参る。私はもう大丈夫だから、ユリアさんのところに行ってあげて。このままだとユリアさんが。ありがとう。お願いね。ユリアさんの言った通り、こちらの警備は手薄みたい。急いで遊撃士協会に行かないと。言えばエステルさんたちもそろそろオートに来る頃かしら。まさか。情報部の特務艇、昼間のうちからオートの前に現れるなんて。いや、珍しいところで会うものだな。ジェニス王立学園社会科在籍クローゼリンツ君、少々話を聞かせてもらえるかね。麗しの王都に暗雲立ち込め、暗き情熱の序曲が鳴り響く。面白くなってきたじゃないか。相変わらずのお調子者だな。おお、僕は夢でも見ているのか。ミューラー、親愛なる友よ。多忙な君がわざわざ帝都から訪ねてきてくれるとは。
一体どういう風の吹き回しだい？何を抜け抜けと。貴様が連絡の一つもよこさずにほつき歩いているからだろうが、余計な手間を取らせるんじゃない。照れることはない。口ではそう言いながらも僕のことが心配でしょうがなくて飛んできてしまったのだろう。恋は盲目とはよく言ったものだ。さあ遠慮することはない。僕の胸に飛び込んできたまえ。頼まれた情報をわざわざ持ってきたんだが、どうやら知りたくないようだな。ああ、釣れないことを言わないでくれたまえ。わかった。つまり誠意を見せろと。それが常識だと思うが。そういうことならお任せあれ。うん、お願いします。ご主人様、どうか教えてくださいませ。あれ、外したかな。それじゃあお次はこれだ。兄貴、一生のお願いじゃ、どうか教えてくれ。もういい、頭が悪くなりそうだ。話してやるから黙ってろ。わーい。例の彼だが、ようやく足取りが見つかった。どうやら一月前まで帝国の遊撃士協会にいたらしい。へえ。ここ数ヶ月の間、帝国各地の協会支部が立て続けに襲撃された。その事件を調査していたらしい。襲撃ね。まさかとは思うけど、どこかの部隊の仕業だったりする？さすがに10年前とは事情が違うさ。俺の知る限り、どの部隊にも出動命令は下されていない。何者かに雇われたイエーガーの仕業だった可能性が高そうだ。いずれにせよ、事件解決と同時に彼の足取りは途切れてしまった。はあ、まあ言ったな。せっかくリベールに来たのに完全に入れ違いだったわけか。まあそういうことだ。目当ての人物がいない以上、この地に留まる必要はあるまい。どうやら予想以上に激しい嵐が近づいているようだ。巻き込まれる前にテートに帰るぞ。ご冗談を。せっかく始まる極上のオペラに参加しないという手はあるまい。何？おい、まさかお前。役者も揃いつつあるようだ。あいにく主役は不在だが、代役には心当たりがあってね。あの二人なら必ずや自力で舞台に上がってきてくれるだろう。そうか、博士を無事救出してくれたか。演算機も取り戻してくれたし、なんとお礼を言ったらいいのか。ありがとう、エステル君、ヨシア君。私たちは大したことしてないんだけど、どちらかというとアガットの手伝いをしただけだし。お礼なら博士たちを守っているアガットさんに言ってあげてください。もちろん彼にも感謝してるさ。無事軍の捜索から逃げ切れるといいんだが。今はアガットを信じるしかないでしょう。しかしどうやらリシャール大佐はオートで何かをするつもりのようね。ゴスペルと呼ばれる漆黒のオーブメントを使って。うん、どういう用途で使うのかはわからないけど、そのことを女王様に伝えるように博士から頼まれちゃったのよね。まさかそこで陛下の名前が出てくるとは。確かに博士は女王陛下と個人的な親交があったはずだ。
王国の機密に関することを知っていてもおかしくはない。そういう事情で博士から正式に依頼を受けたんですが、キリカさん、現状で僕たちが王都に行っても大丈夫ですか？要塞に潜入したのがあなたたちである証拠はないから、今のところ問題はないでしょう。むしろ追及される前に王都に向かった方がいいわね。少なくとも中央工房に査察が入る可能性はありそうだわ。確かに今のうちに対策を立てなくては。エステル君、ヨシア君、どうか気をつけて出発してくれ。博士の依頼よろしくお願いする。うん、任せておいて。必ず女王様に伝えるから。工房長もどうかお気をつけて。ああ、ニスミス軍の連中に尻尾をつかませるヘマはセンサー。それでは失礼するよ。さてと、こうなったら善は急げね。一刻も早く女王様に会わなくちゃ。だったら今回ばかりは定期船を使った方がいいかもね。王都まで歩いたら半日かかるけど、飛行船なら1時間足らずだからね。そっか、確かに。せっかく徒歩で王国一周しようと思ったけど仕方ないか。だったら少し待ちなさい。こちら遊撃士協会、こんにちは。いつもお世話になってるわね。ええ、お願いするわ。王都行きを2枚。ええ、請求はいつものように。それではよろしく頼むわね。ん？どうしたの、キリカさん。ひょっとして発着場の受付ですか？ええ、王都行きの定期船のチケットを確保したわ。代金はツァイス支部が持つから、受付で搭乗手続きだけすればいいわ。それとこれを持って行きなさい。ずいぶんと用意がいいんですね。定期船のチケットは博士の依頼に関する必要経費。推薦状は博士救出という大仕事を達成したことへの評価。報酬と一緒に胸を張って受け取りなさい。あ、うん、ありがとう、キリカさん。本当に何から何まですみません。前にも言ったけど、それが私たち受付の仕事だから。さて、王都行きの船は11時出発よ。早めに発着場に行って搭乗手続きをした方がいいわね。エイドスの加護を。2人とも気をつけて行きなさい。はい、お世話になりました。やあ、あんたたち、キリカさんから話は聞いてるぜ。早速搭乗手続きをするかい？うん、お願いしちゃうわ。それじゃあこの用紙に名前と連絡先を書いてくれ。わかりました。よし、それじゃあこれがあんたたちの乗船券だ。定期船が到着したらこいつを見せて乗ってくれ。いや、昨日はご苦労だったね。まったく、お前のせいですごくびっくりしたんだからね。ちょっとは反省しとるかね。ん？聞いちゃいない。
ひょっとしたらとぼけられているのかもね。まあいっか、あんたにはいろいろとお世話になったし、ありがとね、アントワーヌ。よう、お前さんたち。あ、整備長さん。工房長から話は聞いてたが、見事救出に成功したそうだね。博士は俺たち技術屋にとっても師匠といえるお人だからね。俺からも礼を言わせてもらうぜ。整備長さんたちがいろいろと協力してくれたおかげよ。さすがにあの子にはびっくりしちゃったけどね。やっぱりあれわざとだったんですか？敵を欺くにはまずは味方からってね。でどうした、発着場に何のようだ？うん、博士の依頼でオートに行くことになってね。11時の船なんですけど、少し早く来すぎたみたいです。ああ、ちょいと到着が遅れているみてえだな。荷下ろしとかの時間もあるから、もう少し街でゆっくりしていても大丈夫だと思うぜ。そうしよっか。おい、あんたたち。なんだ、ジラールじゃねえか。どうした、何かあったのか？ちょうどよかった、親父さんも一緒でしたか。実は困ったことになりましてね。困ったことだと？いえね、飛行船公社から連絡があったんですけど、定期船の到着数時間ほど遅れそうなんですよ。え？おいおい、そりゃ一体どういうことだよ。また空賊騒ぎでも起こったのか？まあ似たようなもんですかね。なんでも女王様の生誕祭を妨害しようとするテロリストがどこかに潜伏してるらしくて、調査のため全ての発着場に軍による検問が敷かれるそうです。それって多分逃亡している博士たちが目当てだろうね。そういうわけでオート行きの船はしばらくルーアンで足止め、代わりにレイストン要塞から軍の警備艇が来るらしいですよ。なるほど、そういうことか。しかしそうなるとお前も忙しくなりそうだな。そうなんすよ、客に説明しないといけないし。そういうわけだからあんたらもしばらく時間を潰しててくれや。そうだな、遊撃士協会で待っててくれれば通信で連絡させてもらうぜ。うん、よろしくお願いします。気な臭くなってきたな。軍の連中がやってくるとすれば、ライプニッツ号も調べられるはずだ。ちょいと工房長と相談してくれぜ。そっか、昨日のことを調べられたら大変だもんね。どうか気をつけてください。お前らみたいなひよっこに心配されるほど猛録してねえぜ。それじゃあばよ。ヨシア、なんかヤバそうじゃない？うん、こうなると定期船は危険だな。少し時間はかかるけど街道を使った方が良さそうだ。うん、せっかく久しぶりに飛行船に乗れると思ったのに。許すまじい、リシャール大佐。まあまあ、修行の続きと思えばいいじゃない。それじゃあ受付で搭乗手続きのキャンセルをしよう。ああ、あんたたちか。さっきも言ったようにいつ船が来るかわからないんだ。悪いけど遊撃士協会で待っていてくれよ。実はちょっと予定が変わったのよ。申し訳ありませんが、キャンセルしても構いませんか？そうか、まあ無理もないよな。定期船の到着前ならキャンセル料はかからないんだ。さっきの乗船券を返してくれるだけで構わないぜ。うん、分かったわ。
軍の警備艇が来たみたいだな。ずいぶんお早いご到着で。それじゃあ私たちはこれで。お手数をかけて申し訳ありませんでした。いやいや、またのご利用をお待ちしてるぜ。忙しくなってきましたわね。まずは工房長のお顔を拝見しに行くとしましょうか。しかし、さすがは大佐殿、こんな手をお考えになるなんて。はあ、びっくりしちゃった。グズグズしていたら情報部の連中がこちらに来る。このまま急いで町を出よう。うん、わかった。オートに行くには東の街道に出ればいいんだっけ？あ、リッター街道を北上してセントハイム門に行けばいい。門を通ればオートのあるグランセル地方に入れるよ。あら、搭乗手続きは済んだの？それがね。そう、そんなことが。思ったより相手の動きが早かったわね。あなたたちも一刻も早くこの町から出た方がいいわ。ええ、そのつもりです。じゃあね、キリカさん。改めて女神の加護、二人とも気をつけてね。